ハイチの恋愛講座へようこそ。はい、ということでね、今週のダラダラジオでございます。このテーマね、話す日が来るとは思わなかったんですけど、なんでこんな流れになったかっていう、ちょっと業務連絡いくつか挟みますね。6月の1日でね、1日ででーって、このチャンネルがね、丸8周年になりまして、その時にリクエストをちょっとも集めたんですよ。で、結構たくさんの方からいただいてて、で、無茶ぶりも結構多かったから、まあ、それも含めてね、ちょっとふざけた動画を撮ろうかなと思ってたんですよ。で、まだ撮れてなくて、それを。なんでかっていうと、うち子供が2人いるんですけど、長男が今月からね、学校再開で行ってるんですよ、小学校に。そしたら、同級生の子に、ちょっと知ってる子がいて、自分が YouTube やってるから、パパが YouTuber ってことね。でそうするとさ、なんか例えば今変なことやると、お前の父ちゃんなんか変なことやってたなってなるのが少し心配で、今で先延ばしにしてます、すいません。でただそのもらった中には結構真面目な相談もあったので、それだけピックアップして先に取ります。でちょっと無茶ぶり系というかおふざけ系のやつは、あとね3万人でこのチャンネル100万人いくので、それ行ってからやろうかなと思ってます。すいません、ね、せっかくもらったのに遅くなっちゃうんですけど、そんな感じで把握しておいてください。でですね、恋愛の相談も結構あって、これ普段からもあるんですけど、で恋愛の相談あるから取ろうと、恋愛に関してね。で一回顔出して取ろうとチャレンジしたんだけど、顔出して恋愛について大した知識もないのに真面目に話してるのが恥ずかしくなっちゃって、でここに来た逃げ場所かっていうね。なので今回ダラダラジオでね、恋愛の話をしていこうと思います。ただ講座っていうほどそんな知識と技は持っていないので、経験談とかね、まあ、思ってることを話すだけなんですけど、まあ、よかったら最後までお付き合いください。でですね、まず恋愛なんですけど、自分のね、簡単にサクッと話します。初めて彼女ができたのは高校1年生の時なんですけど、中学までは全敗してます、告白に関しては。はい、小学校も含めてですね。そういう感じです。わかりますか、そういう男です。そいつから恋愛の話聞くのかっていうね、思うかもしれんけど、まあ、そんな感じで、で、まあ、恋愛、まあ、35年生きてるからさ、そこそこまあ恋愛の数はしてるんですけど、こう恋愛の中でもちょっとターニングポイントになってる恋愛っていうのがあって、特にまあ高校1年生の最初のね、お付き合いさせてもらった方はすぐ別れちゃったんですが、その次の付き合った方がだいたい1年記念日ぐらいに振られたんですよ、自分がね。そう、振られて、でその恋愛は結構恋愛感が変わった恋愛だったの。でどう変わったかっていうと、結構自分の趣味の方が大事みたいな過ごし方をしてたの。別に彼女がいるのに他の女友達と遊ぶみたいなことは全然なかったんだけど、男子校だったしね俺ね、なかったんだけど、まあ、ゲーム好きだったからゲームの方が大事だったりとか、結構自由にしてたのかなって振られた後に気づいたんだよね、それを。ね、やっぱ相手のことを思いやる気持ちとか相手のことを考えるっていうのって大事だよなって、当たり前のことなんだよ、当たり前のことなんだけど、改めて気づいたんだよね、その時に。でその次の恋愛からは結構変わったかな。まず彼女ありきというか、彼女が一番大事みたいな。ただその彼女になっちゃうのは違うと思っていて、バランス感覚よ、バランス感覚なんだけど、そこの比率をちょっとバランスを変えたっていう感じかな。そっからは彼女の喜ぶ顔が見たいじゃないけど、そういうのはすごく考えるようになったかもしれないね。たださ、相談見てて思うのは、ここの話じゃないよね。付き合って相手のためにっていう、その例えば相手が誕生日なんですけど何あげたらいいですかねみたいな、そんな話を聞きたいんじゃないんで私はっていう話だと思います。そうね、どっちかというと、片思いしていて相手を振り向かせたい、どうしたらいいですかとかね。でうちの相談で多いのは、女の子のが多いよ、恋愛相談はね。特に先輩系、先輩が受験生でその受験勉強の邪魔になっちゃうかな、告白するか迷ってるんですとか、あとは先生の恋愛ね、告白したら迷惑ですかねみたいなのは非常に多い。でそこに関しては、先輩に関しては言っとこう、迷惑かどうかは相手が決めることだ。そう、言いたいなら言う、玉砕覚悟でもいいからねと思ってる。で先生に関しては、基本的には 99% 実りません、先生との恋愛は。はい、と思ってます。いや、実ってる人も知ってますよ、はい、私の知り合いでもいますけど、でも大体の方がやっぱりあれですね、卒業してからっていう方が多い、付き合う場合でもね。まあまあまあ、でも相手にこう気持ちを知らせるぐらいだったらいいんではないかなと思います。やっぱ相手の判断ですからそこは、と思う。でも告白なんてさ、先輩だろうが先生だろうがさ、同級生だろうがさ、基本的には玉砕覚悟やん、そんなもん。そうだから玉砕した時にそれにちゃんときちんと耐えれると、ね、受け止められるっていう
気持ちがあるんであれば行ったらいいのかなと思ってます。はい、でですよ、ここから本番ね相手を振り向かせたいっていう、振り向いてもらえなかったことが多かったけれどもっていう話なんですけど、まあ、自分が思ってるのは、まず大事にしてたのは本心で行くっていうのがすごく大事にしていた。これは別に告白する時だけじゃなくて、普段の生活でもそうなんだけど、そうで生徒にも言ってた、これに関しては。で何かっていうとさ、やっぱりちょ声がやっぱり、よく見てもらいたい、よく思われたいじゃないですか。ですると背伸びしたくなるんですよ。でいいんですよ、多少の背伸びはいいです。ちょっと自分をよく見せるっていうのはいいと思う。性格とかね、普段こんなことしないんだけどみたいなね、いいと思うんだけど、例えば背伸びしすぎてところを相手に見せて、例えば好きになってもらって付き合えたとしますよね、しますけど、それってずっと背伸びして歩くんですよ、その人の横を。背伸びしたまんま、めちゃくちゃ辛くないそれって、うん、別にさ、なんか1ヶ月だけのお付き合いとかでいいんだったらいいよ、まあ耐えれるわ。でも長く一緒にいたいって思うんだったら、やっぱそれって辛くなるよね。だから背伸びしすぎない、できる限り自分自身を見せていくっていう、まあ、自分自身がない子の方が多いと思うから、特に年代的にね難しいかもしれんけど、背伸びした後の、マイナス面も考えた方がいいとは思ってた。それはよく言ってた生徒にね。で、あとね、すっごい恋愛マスターとかになるとね、これ聞いた話なんだけど、背伸びするやん、背伸びして、で特にこれ女の子が使える技らしいんだけど、あ、どっちもいいかな、背伸びした状態で付き合います。で実はめっちゃズボラだったとね、本当は。でズボラな面をちょっとずつ見せることによってギャップ萌えでもっとハマらせるみたいな技があるそうです。無理無理無理あのね、ギャップ萌えって、男の子女の子男女関係なく割と使える技です、恋愛においては。自分もめちゃくちゃ弱点です、ギャップに弱い。多分弱い子多いと思う、聞いてる方の中でもね。でもギャップ萌えって恋愛において後半なんですよ。よくギャップを狙えっていう恋愛の本とかあるらしいのはね、ね、聞いた話であるらしいんだけど、ギャップってさ、自分のことをたくさん知ってもらってないと発生できないんですよ、ギャップっていうのは。だから恋愛初期、片思いの段階とかじゃ難しいよね、なかなか。そう、だからまあ後半の話だし、狙えば狙うほど外すから、ギャップ萌えっていうのは。思わぬところで発生するのがギャップ萌えなので、いいかな。だからまあギャップはあまりまだ期待せん方がいいし、ちょっと恋愛上級者なのかなっていう感じはしてる。だから基本的にはまあ本心で向き合う、特にその男の子が好きな女の子を好きな人ほどちょっかい出して意地悪しちゃうとかもいると思うんやけど、あれはやめた方がいい。俺もちょっとそれして後悔してたタイプだけど、あれはいいことなんもないね、基本的には。まあ分からん、その意地悪して裏で実は優しいとかでギャップを狙うのもあるかもしれんけど、さっきも言ったようにね、かなり上級者向けだと思うので、うん、とは思ってます。でまあ振り向いてもらうにはさ、接点がなければ無理だし、じゃ接点をどう作るかって、その辺はさ、まあ、今はみんなそのなんだろう、ネット社会に生きてる子だし、俺らの時なかったから、多分そこはちょっと違くなってくるとは思うんだけど、接点を持って、でそうね、まあそうやな、でも俺は好きな気持ち結構言っちゃうんだよね。そう、好きってなんかね、言って嫌われるのは怖いよ、怖いけど、なんかモヤモヤしてるのがすごく俺は苦手なタイプで、そうだから言っちゃう、言っちゃった結果がこれなんよ、その振られた方が、告白してうまくいかなかったことが多いって、多分この結果になってるんだけど、でもどうだろうな、そこに関して実は後悔は全くなくて、よかったのかなっていう。まあその時は辛かったよ、辛かったけど、恋愛さ、まあ恋愛っつうか、それが全てじゃないし、その人に振られたから、まあ、その時は思えないよ、その人が好きだから、その人が欲しいって思ってるから、その人が全てになってるけど、振り返った時に、じゃあその人が人生の全てかって言ったら、そんなことはなくて、って思ってるのよ。はい、だからなんていうのかな、まあ、ちょっとこれは恋愛観として間違ってるかもしれないけど、そのね、別れちゃったとしても、ね、付き合ってて別れちゃ振られちゃったとしても、別にそれが全てじゃないし、例えば、まあ、日本もさ、離婚率がすごい高いけど、離婚が悪いことだと別に思ってないのね、そこまでは実は。まあ、子供への影響とかも考えたらね、いろいろ考えなきゃいけないことあるんだけれど、一つの恋愛の形としてはまあまあ、なんだろう、起こりうることだと思うし、それは悪だとは思わないからね。そう、だからみんながその告白するとかさ、一番はさ、もう相手が自分のこと好きになってもらってるのが分かってて、告白したら絶対成功率を上げた状態でいきたい。俺もそういうタイプだったけど、
でも絶対それさ成り立つわけじゃないし、ただある程度こう恋愛が取れる段階で、連絡が取れる段階になるんであれば、あまり背伸びせしすぎずに自分らしく行ったらいいのかなと思います。で、若干ちょっとだけ技というかを入れるんだったら、やっぱ押し引きって必要で、恋愛に関しては、ギャップよりは簡単だと思ってる。押し引きの方が、例えばじゃあ LINE をね、連絡が取れますと。でやっぱさ、好きな人から来るとさ、すぐ返したくなるやんね、すごい既読つけて何何とか、それをねあえてちょっと待ってみるとかね、は、まあ、バランスよ、これは相手によるからバランスなんだけど、結構ね、最初の方はちょこちょこ返してていいんだけど、たまに開けるとかっていうのは俺は有効だと思うごめん、これでさ失敗したら本当にごめん、責任取れんけど、そんな風には思ってます。なので、今回伝えたかったアドバイスとしては、なんか自分らしさっていうのをある程度見せていけたらいいなと思っている。その塾講師やってる時にさ、割と恋愛相談って普通に話してくれる子が多くて、俺はで聞いてて、やっぱ背伸びしちゃったがゆえに苦しんでた子って特に女の子は多くて、だからそうなっちゃうんだよね。せっかく付き合えたのにさ、付き合ってからしんどいとか辛くないか。そう、まあ、そうなってほしくなかったから、今回このアドバイスをさせてもらったんですけど、まあ、よかったらね、よかったらってごめん、多分ね、まあいいや、はい参考にはならないと思うけど、みんなね、いい恋愛してもらえたらなと思います。はあ、顔出しじゃこれは喋れないね。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、次回また何か喋っていきます。恋愛の話はしばらくいいわなんかね、別の話題で喋っていきますので、よかったらまた次回の方聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上です。ありがとうございました。